てゆかいさん、3月引っ越しシーズンでもありますよね。そうですね。この荷物を整理して、うん、いらないものがたくさん出てきたらどうしますか、うん、断捨離しちゃうね。あ、捨てる。捨てちゃうね。まあ、そのれも一つの手ですけども、まあ、たくさん商品を買い取ってくれるお店に持っていくとしたらちょっと大変ですかね。なぬなぬ大変だろう。だって重かったりとかしたら。まあそうですよね。いっぱい持ってくのはな、まあ、そんな方におすすめの出張買い取り、うん、ゆかいさん体験したんですよね。そうなんですよ。実は、ね、その通り。え、どうでした、はい、いやだって家にいればいいわけだからさ、楽ちんだよ。ねえ、便利ですね。うん、ではゆかいさん、はい、そんな VTR を、はい、作りをお願いします。早速いきましょう。ゆかいな VTR。 それじゃあお願いします。ハローサムスイング、ダイヤモンドゆかいです。前回ね、あのゴールドプラザに行った時に持っていけなかったものがね結構いっぱいあって、それでどうしようかななんて思ったら、出張査定があるんでね、申し込みました。すぐ来てくれるって言うんでね、あれ早いな、さすがゴールドプラザ。貴金属、ジュエリー、ブランド品の販売買取専門店ゴールドプラザ、店舗での買取のほか出張査定も行っています。今回は出張査定を利用して査定してもらいます。お世話になるのは町コミではおなじみの川崎さん。豊富な知識と確かな目を持つスーパー鑑定士です。川崎さん、はい、あの実は今日ね査定してもらいたいの、はい、これなんですよ。かっこいいですね。もうゆかいさんお似合いのバッグって感じですけど。うわ、バッグもいいですけど、うん、ご自宅全体がもうちょっと見たことないぐらい素晴らしいお家なんでなんか一個一個ものすごいこだわりを感じるので、はい、ちょっとこのあたりも買い取りしてみたいなって気持ちもあります。結構使い込まれてますけど、綺麗に使われてるのできちんと全部お値段つくと思います。本当、はい、これもお値段つきますね。店舗に行きたいけど重くて持っていけない、商品が高額なので持ち出したくない、どれにどのくらい値段がつくのか全部見てほしいなど、ゴールドプラザの出張査定はお客さん第一で行っています。こちらはあの、グッチのボストンバッグで、はい、まあ、この虎柄でこういったちょっと変わった柄を展開したのが 4,5 年前ぐらいかなのものになっていて、ちょっとだけこの辺りが破れちゃってるんですが、結構使ったからね、はい、それを差し引いたとしてもこちらでお買取金額が、まあ、5万円ぐらいつけれるかなと思います。5万円はい、5万円かこれがなければこれがないと、はい、これがなかったらまあ8万とかそんな違うの、はい、全然違います。大事に使わないとここのやっぱりダメージを直すのに結構な手間がかかっちゃうので。なるほど、はいはい、でね、はい、次もまたバッグなんだけど、はい、これあリュック革、かっこいいですレザー、はい、拝見いたします。プラダ、あ、そうですね、プラダのリュックですね。しかもレザーで、もともとかなり15万か20万ぐらいすると思うんですが、こちらの方はかなり綺麗に使われてますね。うん、でこちらの方で、買取価格、先ほどと同じ5万円です。5万円はいこれだと20万もする。あ、そうなんですよ。で、残念ながらこちらの方は付属品で必要なカードが付いてないんですよ。でプラダは特にあのそのギャランティーカードが付いてるか付いてないかで結構お値段変わっちゃいます。そうか、探さないとなちょっと探していただいて、うん、ブランドが正規店の正規ルートで販売されていることを証明するギャランティーカード、ブランドによってはあるかないかで査定が2万円近く変わってくる場合もありますので、大切に保管しましょう。ゆかいさんも家を探してみてくださいね。 OK、これどうかな、サブマリン、ありがとうございます。ちょっと拝見いたしますね、はい、
ロレックス、はい、うん、ロレックスのサブマリーナのデイトですね、うんうんうん、ご購入時、うん、50万から60万ぐらいで買われてると思うんですけど、うん、こちら、うん、今の買取価格、うん、箱とかが付いてない状態で、うん、80万円です。そうなの？ですね、ロレックスに関してはもう近年ものすごい値上がりをしてて、特にこういうスポーツモデルと呼ばれているサブマリーナ系ですが、かなりお値段高騰しているような状態なので、買った時よりも全然高くなります。本当？なのでもうこれはね、今売り時だと思いますよ。鑑定書とかってなくても、ね、はい、いいんですね。うん、はい、保証書とかがついていた方がいい場合もあるんですが、なくても我々の方で全部保証してくれるような形でやらせていただきます。それは本当にありがたいね。はあ、あと例えばこういう、はい、ね、ガタが来ちゃったりとか、はい、ちょっとね、こういうのでは、はい、我々の方で修復できるものに関しては修復をして再販するような形でやらせていただいているので、うん、多少の破れとか、うん、色が変わってたりするぐらいであれば、お値段変わりなく改善できますし、破れていても、まあ、ちょっと修理に大変だなっていう場合はちょっとお値段を引かせていただいて改善させていただきます。なるほど、はい、本当にありがたいですね、はい、ゴールドプラザでは現在ブランド品を高価買取中なんです。特にルイ・ヴィトンの商品は最低買取価格保証。例えばこちらのモノグラムバッグならどんな状態でも絶対に3000円で買取。破れていても壊れていても3000円です。財布なら1000円で買取しています。3月は引っ越しシーズン、新生活でいらないバッグ類が出てきたら一度ゴールドプラザへ。楽器なんかどうですか？楽器の方はですね、我々がそこまで得意とはしていないので、お買取のお要望があった場合ですね、我々よりも得意な楽器を買取している会社さんをご紹介させてあげております。はい、楽器はね、やっぱりこうロレックスじゃないけど年々ね、はい、価値が上がってるものがありますよね。上がってるものがあるんだよね、はい、噂で聞くんだけど一度コレクション見てみたいという希望はありますが、そうだね、はい、俺も今どのくらいなのかっていうのを知りたいってそうですね、拝見させていただいて、うん、最終的には一番高い会社をご紹介するっていうのも可能なので、あ、ゴールドプラザー任せておけばもう何でも OK。 そうですね、分からないことはもう別の会社さんをご紹介したりであるとか、うん、一番高いところをご紹介できるようにしてますので、うん、一度私で我々を呼んで他の会社さんを経由する。ありがたいね。私たちの思い出が詰まった大切な商品を豊富な知識と丁寧な接客で希望の金額に添える買取をしてくれるゴールドプラザ。店舗での買取、出張買取など皆さんに合った形でお試しください。その後も査定してもらい、ゆかいさんも納得の金額でした。いや、今日はもうものすごいいいブランドを見せていただいてありがとうございます。いい、最後に私の方から、ゆかいさんと町コミをご覧の皆様に、クイズの方を出したいと思います。クイズ出たねブランド品などをより高く買い取ってもらうにはどうしたらいいのかというふうに、3つの3択で出させていただいてます。 A が綺麗にする、うん、商品を綺麗にする、うん、B が、付属品を揃える、箱とかカードですね、うん、で最後 C ですね、商品の嘘をつかない、うん、でこの3つなんですが、うん、答えはどれでしょう。3択ね、はい、これでも全部当てはまるような気がするんだけど C、答えは全て当てはまります、うん、なんだはい、そういうこと。もちろんお持ち込みの時に商品状態をきれいに、例えば軽く拭いていただくとかきれいにしていただければ大丈夫ですし、うん、あとは手持ちの付属品ですね、すべてつけていただく。で最後結構重要なんですが、うん、商品の来歴、どこで買ったかとか、誰からもらったかっていうのに嘘をついちゃうとですね、我々結構過敏に反応します、うん、あれもしかして嘘なんじゃないかなってなると、例えば、うん、偽物なんじゃないか、うんうん、誰かから買ったんじゃないかっていうようなことを考えてしまってお値段つけれなくなってしまうので、どこで買ったとか誰からもらったとかどういうふうに使ったかっていうような情報はぜひ正直にお話しいただければなと思います。そうなんだ、はい、
はい、こちらですね、すぐにできることですし、皆さん簡単にできることかと思いますので、ぜひ、実践していただいて、お持ち込みいただければと思います。よろしくお願いします。正直であること、人間の基本だね。皆さんも嘘をつかないようにね。今日は川崎さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さん、ボンボヤージ。はい、はい、ブランド品かなり高値がつきましたね、はい、ねえ、びっくりしました。ロレックス値が上がってるっていうのはどういうことなんだなっていうか、すごいですね、うん、そうね。だからもし今使ってますからね、あの時計はね、うんうん、でも使ってないものが家に眠ってたりとかしますからね、うん、そういうのは気軽に見てもらえる、出張してもらえるっていうのが本当に ありがたいです。そうですよね、はい、皆さんの家にもお宝が眠っているかもしれませんしね、うん、はい、ゆかいさんのお宅も素敵でした。ありがとう、はい、そして今回取材したゴールドプラザ、関東関西にお店があります。関東の店舗は銀座本店、大宮店、吉祥寺店、千葉店、横浜店、町田店、池袋西口店、丸井錦糸町店です。詳しいことはゴールドプラザのホームページご確認ください。ここまでゴールドプラザについてお伝えしました。ありがとう。